私が買ったお土産はこれとこれとこれです、はい、テーマは未来の自分の投資です。これは来週の飛行機用に使って、これは3時間後に食べるやつで、今からこれ飲むやつ、これで元気パワーいっぱいちょうど30秒はい、続いて、うん、僕が買ったのはこのくまモンプリントクッキー。なんでこれを買ったかっていうと、このお土産をあげる相手が、あのシェアハウスの住民だから、シェアハウスの住民は10人ぐらいいて人数が多い、だからこの 大容量でみんなで分けれる。これ30個入りなんで1人2つ食えますねっていうのと、まあ、くまモンが印刷されてて熊本に行ったってことが分かりやすく、シェアハウスで熊本に行ったんだねっていう話題とかを振ってもらいやすくなって、話につながりやすくなる、こういったメリットがあるのでこれを選ばせていただきました。はい、ちょっと30秒超えたね。私のお土産はちゃんとまず手提げ袋に入っています、うん、素晴らしい。やっぱお土産ということですね、テンションが上がるかなそしてこれはですね、長寿100面そば、もちろん熊本のですね。そしてなぜこれを買ったか、大好きなハルシちゃんと二人で長生きしたい、長生きしようねっていう思いを込めて買いましたそしてですね、今日はあの僕がカレーを作る番なんですけども、もちろんカレーを食べ終わった後に一緒に食べたいですよね、デザート。そしてプリンに合うものといえばもちろんジャージー牛乳、うん、そして僕、皆さんが触れなかった金額についても紹介させていただきます。お3個買って987円、お結構いいお題とかじゃないでしょうか。いい、ありがとうございます。